歌舞伎のエル・ウエダです。はい、どうもデロリアン林です。ということで、はい、今日はですね、はい、なんとプレミアムフライデーからちょうど1年ということでで、今日もプレミアムフライデーなんですよ。あ、そうですか。そうなんですよ。ちょうど1年前のプレミアムフライデーの時も、うん、今回は我々ラママを出ますけど、去年もね、だっけ、ラママ新人コント大会。そう、その時もね、初のね、プレミアムフライデーだった気しますよ。で、次の日がオールナイトニッポン R やったんだよね、去年。ああ、そうだと思う。で、朝は週刊フジテレビ批評、夜は TBS ラジオマイナビラフターナイト、うん、その後にオールナイトニッポン R と。生で出ると。そう、これ俺もプレミアムフライデーに対抗して、サタデーナイトフィーバーって呼んでたけど。いいよ。ジョン・トラボルタ以来の。ナイトフィーバーしてましたね。ついさっきね、文化放送のラジオ聞いてたら、もうリスナーの人が早速、プレミアムフライデーってまだあったんですかとはがきでいじるというね。そうだよね。結局何だったんでしょうね。なんかまだあるらしいけどね。一応そうなんだ。そうそう。まあ一部活用できる人だけしときゃいいんじゃないですか。まあね、それいいと思いますよ。我々関係ないですから。まあね、そうそう。我々ね、もう自営業ですから。まあね、そうそうそう。ということで、あとはですね、まあなんですかね、今日で言うと、ああね、そうそうそう。びっくりしたのは、昨日2月22日、忍者議連設立っていうニュースがあって、忍者議連、そう、日本文化として世界に発信と、トースポウェブ、甲賀流忍術の番家忍びの伝っていうのかな、を受け継ぐ武術家、忍術研究家の川上仁一氏。かっこ66歳が発表と。で、海外で爆発的な人気を誇る日本の忍者だが、人材不足で一時は2人しか存在しない事態に陥ったという。なるほど。今何人いるんだと。だってどっか大学で、大学院で忍者学科みたいのできたんでしょ。あ、そうなの。3人ぐらい今年入学生いるらしい。へえ。そう。何を学ぶんですかね。手裏剣とか本当にパーンとかやるのかな。投げるとか、あと服部君の知識とかじゃないの。いや、多分そういうの問題であるんじゃないか。それ漫画研究会じゃないの。そういうことじゃないの、乱太郎とか。ちなみにね、日本で一番有名な忍術の使い手、初見正明っていう人がいて。はあ、知らない。この人が昔、いや、この人すごくて、海外の SP とかがみんな習いに来るの、忍術を。クリントンの感謝状とか、その人の事務所なんだよ。なんだ。昔、SRS っていう格闘技番組がここに取材に行って、それこそ浅草キッドさんが昔やってた番組なんだけど、で、田代正史さんもその当時キャスターかな。みんなで、後ろから、チャンバラを、座禅組んで目つぶってる状態で、後ろから先生が、柔らかいスポンジチャンバラで頭を叩くと。気配だけで避けてくださいと。で、みんなタレントがこうやって失敗する中、田代正史だけが寸前で横にでんぐり返しでかわしたという。すでに覚醒してたっていう。覚醒してたんだ。すごいでしょ。すごいね。覚醒してたんだ。してたというね。忍者だったんだ。そうなんですよ。誰、世を忍ぶ仮の姿のかもしれないな、今な。誰が？田代正史は。田代正史が。あれは仮の姿で、そうそう、もうみんなマーシーを舐めてるけど、実はもう裏で暗躍しまくってるかもしれない。あ、実はね。実はもう、ミーにタコができるまでね、暗躍していって。そしてですね、田代正史つながりで言うと、なんでそこつながるんだよ。文春オンラインのニュースです。はい。志村けんの側室に新たな女性というニュースが。側室？もう王国な。で、そうそう、志村王国ってそういうこと。これね、でも動物園からね、これもともと我々のネタなんですよ。この即位じゃないけど、志村けんの、いや、10代が好きな、結婚したい女性ランキングと発表するってネタがあって、我々の昔からよくやってる。3位優香、で2位みひろ、みひろさんね。入ってましたっけ。1位石野陽子。それ志村けんが結婚したい、お嫁さんにしたい芸能人ランキングだろうっていうね。ありましたね。あっていけましたね、あれはね。でそのオチでいろんな話した最後の最後に、全然友達になりたい人が知らねえじゃないかっつって、一人知ってますよ、嵐の相葉君、それ志村けんの側近だろうっていう。確かに言ってたね。これ俺らが先なのよ。いいよ。文春オンラインはね、パクってんじゃないかと。なるほどね。側室に新たな女性、滝川由美さんの娘の花子さんって方が、志村けんさんの隣に今回はいたという。なるほど。側室が。そう、すごいですね。元気だね。そう、私服のマツコ・デラックスがその誕生会に参加してることで結構ネットニュースだったんですけどね。ああ、なんかそれ見たけどね。見た。 SP ですかね。志村けんに何かがあった時、あ、でも助けてくれる。いいんじゃないですか。そしてですね、目覚ましテレビが朝日新聞を新日新聞と誤ったテロップを表示したと。おら。で、新日ってのはプロレスでしょ。そう。プロレスでしょ。新日と言ったらプロレスしかないよ。で、そうなんですよ。だから、ね、だからこの時の一面がね、たまたまもしね、うん、今年の MVP 岡田とかだったら、うん、これもう完全なら新日本プロレス新聞です、ね、朝日を新日って書いて、うん、そうで、まあこれはね、スポーツ報知が報じてるんですけど、うん、目覚ましテレビが朝日新聞を新日新聞と誤ったテロップを表示して謝罪と。はい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 。で、また今月9日の同番組では、うん、VTR で登山家三浦雄一郎さんの写真に、うん、三浦雄一郎さんのテロップを表示するミスがあったと。なんか言ってたね、それ。言ってたんだけど、これ実は俺ちゃんと調べたの。うん、同番組でってスポーツ報知が書いてあるんだけど、うん、これは特ダネなんですよ。うん、あ、そうなんだ。新日新聞って言ったら目覚ましテレビで、うん、三浦雄一郎と誤ったテロップを表示したのは、うん、特ダネなんですよ。おー、はいはいはい、だからね、人のテロップの間違い直す前に、うん、まずお前らのその同番組でっていう認識どうなんだと。同番組でと。そう、スポーツ報知さんにね、はいはい、これちょっと俺一言、これちゃんと修正したんでしょ、うん、後からちゃんと。いや、俺が見たネットニュースはそのまま同番組でってなってますよ。ああ、そうそうそう。まあ入れたのか。でもまあちゃんとその番組もちゃんと謝るとか修正したんでしょうね。特ダネはね、あとで目覚ましテレビで、フジテレビの社長小倉さんも修正がちょっとあるからね。修正はいいですよ。小倉さんもなんか修正してますから、毎日。はい。まあ確かにね。はい。これ言いたいだけでした。いや、いいですね。そしてですね、久本&陣内、初の R1 審査員にというニュースがありまして。陣内さん？陣内さん。陣内貴則じゃないよ。陣内智則ね。陣内貴則さんは、あれだね、NHK の審査員やってないか。あ、やってない。やってないか。あれ、あれか、内藤さんね。浜ちゃんファミリーの内藤隆さんね。内藤隆さん。昔ね、お笑い好きすぎて DVD 見すぎてて、僕ね、このネタも好きなんですよ、あのネタも好きなんですよ、つって。で、若手芸人が、なんで知ってんすか？単独でしかやってないネタですよっていうのが、毎回内藤隆のアイデンティティを称賛するっていう流れがあったね。で、1本目のネタが終わった後に内藤隆がある時一本見そうして、僕ね、喫茶店のコントも好きなんですよって言ったら、まさかの、そいつらの2本目の決勝のネタが喫茶店のコントで、先にネタバレしちゃうっていう。これがね、やっちゃったね、内藤さん。今回、久本雅美さんが初の R1 審査員で。はい。で、審査するのはおこがましいと思いましたが、うん、笑いにこう楽しませてもらおうと思っていますとコメントしたという。はい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 。久野さんね、だからすごいね、我々普段メレンゲの気持ち埋設させてもらってますから、来年はね、うん、ぜひ予選もやっていただいて、 R1 の審査員で。そう、久本さん。そうなったら俺が出てきた時のさ、うん、ちょっと有利でしょ、天皇高めに。そこでそうで、メレンゲの癒着っていう番組をね、一緒にやってもらうっていう。気持ちじゃなくて、メレンゲの癒着。メレンゲの癒着。お、いいのも。そういうのもいいかなと。思っております。そして、はい。古舘伊知郎さんが、はいはい、古舘さん。相撲協会に物言いというニュースで、おー、はい。2月9日のオールナイトニッポンゴールドで、はい。生意気に意見を言うけど、貴乃花親方は一回脱退したらと思いますねと。あ、相撲協会を。で、私はプロレスの実況出身だから思うのは、相撲協会は全日本相撲協会と新日本相撲協会に分かれてみてはと。で、全日本プロレスと新日本プロレス。いや、もうネタの、あなたが言いたいネタのために分かれろって言ったら感じしますけど。でもね、いいこと言ってんの。一方はガチンコで、大ガチンコで戦うと。もう一方は、ある種の様式美的要素も兼ね備えていくと。だからちょっとこの、なんつうの、型とか。昔 UWF みたいなことしろと。そういうことでしょ。若隆無気力試合以来ので、どっちも興行が成り立たないのであれば合流戦をやると。合流戦、団体対抗戦。いや、もう UWF じゃん。で、モンゴル界の団体もそこに参戦してくると。いいよな、昔国際プロレスみたいなことっていうのを古舘さんが言ってたんで、私もこれをね、ぜひやっていただいて、で、そこではもう女子相撲も、全日本女子相撲、誰が団長を詰めるんだろうね、そうなってくる。リングアナ押し出しましょうこと。R1 グランプリ。なるほどね。で、オーストラリアの副首相が、24年結婚した嫁と別れて、元側近の女性に妊娠させて辞任したらしいんですよ。するらしいんですよ。あ、そうなの。だからこのオーストラリアの副首相のことを、仲出しましょうこと。押し出しましょうことな、お前。一般の人だぞ、お前。押し出しましょう。いや、押し出しましょうか知ってないんだけど。オーストラリアの副首相を言ったんだよ、私は。いや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 。このオーストラリアの副首相の名前が、バーナビー・ジョイスと。お、バーナビー。こいつが夜な夜なやってたのは、バーギナー・チョイスと。いいよ。そういったところでございます。なんでですか、もう。下ネタなんだよ。ねえ。そして、まあね、ちょっと我々のことも言ってないと10分いきますから。なんと、オールナイトニッポンの、一次審査を実は通過しました、我々。ああ、そうなんですよね、皆さんのおかげでね。ありがとうございます。今日の正午にですね、情報解禁となりまして、この審査。はい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 。ね、ありがたいね。もう、これ自体がもう業界ではね、よく聞かれてますから。この10分おろし、まあ、山里さん、博士さん、いろんな人聞いてますけど、あなた私のね、友人がね、昨日映画会社の面接に行きまして。あ、就職。そう。そしたらそこで、どうしてあなた映画好きになったんですかみたいな。たら、うちのバイト先にいる、L 歌舞伎という芸人さんが、僕の映画を勧めてくれて、そっからですってなって。僕に映画を勧めてくれたってなって。で、その時に、L 歌舞伎知ってるよって、これ聞いてるらしいんだよ。映画の会社の面接官が知ってたの？知ってたの、このラジオのことを。それで、どっちって。どっちと知り合いなのって言われた時に、デロリアン林ですって言ったら、うるさくない方ねって。だから、あなたね、うるさい方っていう認識でこれ聞かれてますから。あ、そうですか。はい。5月に「はい」と書いてうるさいですか、あなた。うるさい人ねって。うるさくない人ねって。俺はデロリアン配信でもデロリアン配信でよかったよね。その映画もまたさ、ちょっと信憑性増してくるんじゃない。まあそうだね。たまたまデロリアンバック・トゥ・ザ・フューチャーのだから覚えやすいかもしれないよね。これ頑張ってね、このね聴衆300、400回と今コンサンツに行ってましたよ。だってあれがだよね、我々のオールナイトニッポンオーディションの LINELIVE の動画は5000回以上の。そうだよね。で我々のフォロワーは1700と、あなたも1000ちょっとでしょ。いや、フォローしろよと、みたいな。フォローはしないけど見たいけどフォローはしたくない。そうだから数値で表せないんだよな、我々の戦闘力。だからもうフリーザみたいなことです。1個言いたいのは、日本放送の方はね、言いたいのはフォロワー数で判断するのだけはやめて、今回のオーディション。大事らしいんだよ、最近。フォロワー数が多いかなとか。もうさ、買っちゃおうか。何を？フォロワー買えんだろ？フォロワーは買わないよ。フォロワー買えんだろ？私が日本放送買収しますよ。出た。買うか、二人で。買います。LA もんとして。LA もん。金あるか。LA もんだ、LA もん。今日も派遣のバイト行っとんじゃん。この派遣のバイト、今日私は行ってきましたって自虐がね、この前のね、とある渋谷のね、大手ビルの従業員懇親会でね、それだけが唯一受けたネタというね、今日私は派遣のバイトに行ってきましたっていうのがね、情けないね。皆さんね、働いてらっしゃるから、その分かるんでしょうね。ということで。はい、頑張っていきましょう。ということでね、オールナイトの方も狙っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、皆さんまたお聞きになさってください。また。